皆さんこんにちは、クリームのみくです。今日は土曜日ということで、先ほどラジオが終了したんですが、本日のパーソナリティはクリームのみくとクリームの静香の2人でお送りしたんですが、本当にたくさんのメッセージどうもありがとうございます。そして聞いてくださった方々、本当にどうもありがとうございました。で、今日のラジオの中でも言わせてもらったんですが、来週の9月9日土曜日はですね、ソラモにて私たち静岡県西部理容美容専門学校の B 祭という文化祭に出演させていただきます。これで今年は何度目 ?3 度目?2 度目2度目ですね。うん。文化祭自体は2度目で、ブライダルのコラボのショー自体は3度目になるんですけど、ライブ以外にもいろいろ催し物があるみたいなので、ぜひ皆様に遊びに来てほしいなと思います。お待ちしています。で、ちなみにラジオはいつも土曜日の12時半から1時までの30分間なんですけど、その後一体私がいつも何をしているのかっていうのを今日は動画にまとめてみようと思います。って言っても別に面白いこと何もしてないんですけどね。で、今日私がいるここはですね、私たちクリームが所属しているユナイテッドミュージックのスタジオになるんですけれど、ここがレコーディングブースです。はい、今日はレコーディングしないんで、ここはちょっと使わないんですけど、いつもエボルブの CD と、エクスペクトの時かな、それはここのスタジオで収録したものが CD に実際になってます。で、いつもはだいたいラジオが終わってからここのスタジオに来て、パソコンをカチカチやったり、あと先輩のお手伝いをしたり、まあ事務所のなんかお仕事ですね、のお手伝いをすることが多いです。実際に私がいつも使ってるパソコンがですね、こちらです。こちらのパソコンです。マウス、これ CM。 まあ私がね、アップデートを勝手にしたら全然対応できなくって、重くて使えなくなってしまったっていうことでね、買い直した2代目のパソコンちゃんです。このような感じでパスワードが書かれてる付箋が私のパソコンにはベタッと貼られてます。私すぐパスワード忘れちゃうんですよ。みんなどうしてるんだろう。パソコンを触るときやスタジオに来るときに必ず買うもの、こちらです。じゃじゃん、アイスコーヒー。今の時期はアイスで買うことが多いんですけど、もうコーヒーが私好きすぎて、冬だったらホットコーヒーだし、夏場はアイスコーヒーをいつも買ってスタジオにやってきます。セブンとかミニップとかいろいろ美味しいところたくさんあるんですけど、個人的にはサーケーのアイスコーヒーが一番好きで、でもそれね、ちょっと今残念ながらなくなってしまったんで、ファミマのアイスカフェラテを買うことが多いです。私意外とここら辺のこのワードとかパワーポイントとかエクセルとか意外と私触れるんですよ。はい、なのでそれをやったりとかもするんですけど、それをしながらだいたいインターネットで YouTube 見てます。私もね、こうやって見るとだいぶ動画上げてきたなっていう感じがすごいしますね。ねえ、もう2年ぐらいやってんのかな。ねえ、しかも登録者数が234人にまで到達いたしました。皆さんありがとうございます。なんかこれからもね、たくさん動画配信できるように頑張ります。いろいろ作業しながらイヤホンとかヘッドホンでこう YouTube 聞きながらパソコンカチカチやって、作業をいろいろいつもしています。こんな感じですかね。で、今日はちょっと時間があるので、ちょっとこれを買ったのでね、買ったのはいいけど一回も見てないんですよ。私ね、めちゃくちゃそういうとこある。そうだから今日こそはこの本をちゃんと読んでお勉強したいと思います。以上、クリームのみくでした。